土壌、エビ、カニ、放流しました。こんにちは、亀太郎です。こんにちは、シャキです。ちょっと、聞いてほしいんだけど。どうしたの？この子よ、この子。パスカルじゃん。なんで、こっちにいるの？最近、壁登りを覚えたみたいで、こっちに戻ってくるのよ。もう、今回で4回目だから、このままにしておこうと思って。こっちの方が、いいのかな？来るたびに戻してたんだけどね。とりあえず、このまま、様子を見ます。あと、今日は、釣り具屋さんに行ったのよ。赤ちゃんの餌になるようなものがあればと思って。そして、いろいろとお迎えすることになりました。これから、紹介するね。何を、お迎えしたの？まず、シラサエビ。池のみんなが、大好きな、エビです。次は、サワガニでーす。可愛かったから、お迎えしちゃった。あと、ドジョウでーす。ドジョウは、前にもいたんだけど、いなくなっちゃったので、お迎えしました。放流します。まず、ドジョウを放流しました。ドジョウさん、頑張ってねー。次は、サワガニです。サワガニは、掃除屋さんにもなると思うんだよね。みんな、隠れていくね。あたしくんが、不思議そうに見てるよ。以前にも、こんな格好してる時あったよね。見たことないものがあると、こうなるんじゃない。それにしても、この一匹だけ動かないね。生きてるのかな？掃除してくれるのかな？一匹のサワガニが、早速、食べ残しを食べていました。掃除屋さんになってくれそうよね。てんちゃん、興味津々だね。みんな、好奇心旺盛なのね。あかしくんは、怖がってるよ。てんちゃんは、怖くないんだね。ビニール袋は、見えないの？あれ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 ？おかしいな。ダンディ、それ、袋だからね。袋が、わからないんだね。てんちゃん、興味津々だね。これは？てんちゃんは、袋がわかるんだね。すごいね。結局、このサワガニは、星になっていました。水温合わせ、水合わせが終わり、エビたちは、外に出ていきました。サワガニって、美味しいの？何これ、初めて見るよ。ランディ、それカニだから美味しいと思うよ。シャキもカニ大好き。食べてみるね。あれ、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 
すごい、うまいよ。やっぱり、美味しいんだ。よかったね。この後、ランディは、ガツガツ食べました。ねえ、何食べてるの？私も、食べたいよ。あ、エリちゃん、カニを、食べてるのよ。美味しいから、エリちゃんもおいでよ。ありがとう、今から行くね。ランディのカニを、譲ってもらいました。けど、少ないので、エビも足しました。わあ、美味しそうだな。シャキちゃん、すごい美味しいよ。よかった。たくさん食べてね。はーい、ありがとう。エリちゃんは、カニを、ほとんど食べ尽くしました。あ、美味しかった。いいな。カメ太郎、カニ食べに行こうよ。今月は、無理だよ。なんでよ。お金ないもん。ついに、ひーちゃんが、食べた。最後に、今日の赤ちゃんたちです。今日は、試しに、星になった、シラサエビを入れてみました。星になったばかりなので、かなり新鮮です。赤ちゃんガメの見分けがつかないって、コメントをもらったのですが、みんなはわかるかな？俺も、わかんないよ。今、食べてる2匹が、野生チームですよ。手前が、野生1号で、奥が野生2号です。この2匹はいつでもバクバク食べてるよね。そして、日光浴をしてるのが、ララちゃんです。シャキちゃんは、どうやって、見分けてるの？星の大きさとか、星の位置とか、それぞれ違うからね。みんな同じように見えるよ。亀太郎も、ちゃんと覚えてよ。ちょっと、難しいよ。みんな、慣れてきて、自由に動き回ってるでしょ。けど、一匹だけ、お皿の下に入って、動かない子がいるよね。そうなの、あれが、キーちゃんなの。全然、動かないね。そうなの、だから、心配なのよ。キーちゃん、早く食べてよー。今度は、誰か登ってきたよ。あれは、野生一号よ。もう、この環境に、かなり慣れてるよね。そうなのよ。みんな、くつろいでるのに、キーちゃんだけ、お皿の下なのよ。今度は、お皿の場所も、取られそうだよ。キーちゃん、かわいそうでしょ。そうだね。あ、餌に近づいたよ。キーちゃん、食べてー。食べたわー。もっと、食べてひーちゃん、エビが好きなんじゃない。みんな、エビには、見向きもしなかったのにね。エビを、置いてみてよかったよね。それぞれ、好みがあるみたいだから、何に興味を示すか、わかんないね。けど、今日は、本当によかったよ。シャキ、すっごい、嬉しい。ちょっと、エビが大きいから、食べれてるかわかんない感じだけど、小さく切ってあげれば、たくさん食べそうだよね。そうよね。けど、今日は、キーちゃんが、エビが好きってわかっただけでも、嬉しいよ。やっぱり、お腹空いてたんだろうね。今まで、気がついてあげれなくて、ごめんね。これからは、たくさん、食べようね。キーちゃんが食べてくれて、シャキちゃんかなり喜んでいたね。今日は本当に良かったね。皆さんいつも応援してくれてありがとう。私たち5匹はこれからも元気に頑張ります。
回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ここからチャンネル登録ができます。ぜひチャンネル登録してくださいね。みんなで楽しもうね。